初めて初めてこのお店もいいねあそうだろうみたいな始まっちゃったよ小麦というのは、はい、僕の、愛犬でジャックラッセルテリアを飼ってまして人懐っこくてですね、はい、朝起きたらもうすぐにご飯の前にボールを持ってくるへー加えてきて眠いよ投げてやったりそういうのがあるとすごいやっぱ可愛い可愛いですね、うん、これまでお付き合いした女性の共通点とは変わらないですかずっとそのなんて言うんだろう中学時代とかかね小学校時代から好きなタイプでも幼少期の好きなタイプっていうのは黒髪ロングで少し背の高い感じがいいな自分が今まで恋愛してきた相手にそれ当てはまるんですかうーん黒髪ロングじゃない人もいますあ中にはもちろんいますし持っていない例えば、まあ、芸術性だったりとか感受性みたいなものにすごく惹かれる傾向が強いかなっていうふうに、うん、あの親友に言われることが多いです中身になってったんだろうね、うん、なんか彼氏と2人で喋ってて全然話が面白くなかった時に愛想笑いしちゃうんですけど私は愛想笑いした方がいいのかかっこいいそう、ね、っこいいねちっこくねそう、ねちっこくでもおかしいですよね、これもこれ何ですかこれこれは、友達からもらったウサギです友達って、男性の友達は多分くれないと思うんですよね、こんな可愛いのはねでも、本当に仲いい女性の友達がくれました、うん、そう女性ですほー友達は本当に仲いい女性の友達そうですいい響きですねちょっとずついろいろ見えてきたところでそれってこれのことかいそうそうそうなんでそれ持ってんのじゃあそろそろ行こうかなどこ行くの仮面武道館